ど5時なんですよね今。こんにちは、あ違えた、うん、こんにちは、こんばんは、こんにちはでいいのか。あ、今日たまたま休み、すごい偶然、ありがとうございます。こんな微妙な時間なんですけど申し訳ないです。こんばんは、こんにちは。走って帰ってきた。ありがとうございます。あ、仕事中の方もいるの、いるんですね。試験さんありがとうございます。なんかさ、めっちゃ前髪伸びてるね今日。巻いててさ、ほら分けれるぐらいまで伸びちゃって、まあ、多分本番までには切るんだけど、今日切るかと思うけど、なんか今日はね前髪長かったので分けました。5時から犬が鳴いてるよ。あ、そうだ、皆さん当落どうでした？あ、12周年幕の劇場、あ、劇場権利が当たりました。おお、あ、現場行けることになったけど、みーちゃんが出る声じゃない、マジかマジか。お、すごい、そっか、もうすっかり忘れてた。あ、あれ、外れたら外れのメールは来ないって感じのやつか。え、待って待って待って、あ、公演に来るっていうのは劇場公演のことなのかな。どうなんだろう、あ、まだまだ来る可能性もあるんだ。4時半ごろの人もいるからさ、まだ来る可能性あるね、ありますね。え、当たったよって、え、何が、どれ当たりました。ハートありがとうございます。スカイエキスポに行けるのは当たった方はさっきの方だけかな。あ、で、私の公演じゃなかったって。なかなか難しいか。でまだ届く可能性はあるのかな。どうなんだろうね。皆さん今日一日そわそわしてるのかな。あ、もうない、もうその可能性ない。本当に、
疲れ取れた顔してる実はね、今日あれマッサージしたんですよ。マッサージというか、うん、してきて、結構あの疲れは取れました。あとよく寝ましたね今日はいっぱい寝た。スカイエキスポ行きますだって。え、あれ何の公演ですか。あれ私が出る公演じゃないかな今日ねあんまメイクしてないよ。リップが濃いからかな。リップはいつものリップですけど全然メイクしてない。ちょっとアイシャドウだったけど薄い。アイス2個食べたのかと思った。食べてないです。ないです。今日はね、でもね、あの和菓子が食べたくて大福を食べました。大福2個食べた。出ない公演かーい出ない公演だった。しょうがないですね。うん、すごい当たったの、おめでとうございます。ぜひ楽しんで、気をつけて会場にいらしてください。当たった方今週はもう誰とも会わないように生活します。優しい。心遣い、うん、気遣い、心遣い、気遣い、嬉しいです。今日はどうしようかな、15分20分ぐらいかな。ケイさんありがとうございます。外れちゃった方は運を貯めてるということにしておきましょうか。運を貯めましたね。はい。またいつか、いつか、うーん、まだまだあるんでね、多分。外れだから観覧車にたくさん乗ってきます。あ、皆さん観覧車乗りました？
いましたか？でも乗ってる方たまに見るけど、私がね、なんだろうな、たまたま通った時とか観覧車の前通った時はね、ちょっと見つけられなかったんですけど、ちょっと時間帯が悪かったか。あ、でも写真撮ってる方はいたな。写真撮ってるなって思って。花束ありがとうございます。あ、日曜日に乗ってきました。あ、おとついありがとうございます。高所恐怖症なので同じです。私も観覧車はね、なんだろうな、ちょっと苦手なんですよ、高いから。え、多分最前社会の観覧車は多分ギリ乗れると思うんですけど、何、長島とかって結構大きいじゃないですか。ああいうのはね、ちょっと本当に無理かもしれないなって思います。目がかゆい。ハートありがとうございます。いや、ずっと目つむってたら楽しくないけど、開けても怖いしな。冷房が効きすぎたら簡単。あ、意外とあれですね、苦手な方多いですね、観覧車。そっか、無理は良くないけど、乗れる方はぜひ乗ってみてください。今ならカードなんて、カードっていうのあれがもらえるみたいなので、ぜひゲットしてください。私のカードをゲットしてる方、されてる方も何人かみたいなね。あれも結構な確率じゃない？押し当てるの押し当てるの難しいよね。一回じゃちょっと難しいかもしれない。ハートありがとうございます。75分の1か、結構難しいね推しがいっぱいあったら、じゃあ推しが75人だったら最強ですね。テレビ塔ね、すごい新しくなってましたね。私テレビ塔、あれ、あ、皆さん、あ、でもあれか、名古屋住んでる方、久屋大通り行きました？久屋大通りの新しくなった、なんだっけ、なんちゃら久屋大通り、なんちゃらみたいなやつなんですけど、177日、ありがとうございます。行った方いますか？ねえ、私も行ったんですけど、そうそうそう、新しいテレビとパリピみたいになってた。あ、パリピじゃない、パリピパリみたい間違えた、パリピじゃなかった、パリみたいね。わかります、エッフェル塔みたいだなって思っちゃった。私もエッフェル塔見たことないけど
いやライトアップがパリピみたいなのかなって思って、あ、もう確かにライトアップはパリピっぽいなって思ってたんですけど。初見さんありがとうございます。パリピみたいかと思った。テレビ塔がパリピ。でも本当にね、あそこの場所全体がパリピになってましたね。え、夜すごいなんかキラキラしてた。間違えた、パリですね。これからテレビ塔見たらパリピ思い出しちゃう。それぐらいでもすごいにぎわってました。私はね、まだね、何あそこのさ西洋通りにあるご飯屋さんとか入ってないんですけど、見ただけなんですよ。そうそうそう、全く買い物とかもしてないんだけど、私はね、でもやっぱ皆さん言ってスヌーピーも気になるね。スヌーピーも気になるし、クレープ屋さんがあるんですよ。大阪のクレープ屋さん、あれ違う、京都のクレープ屋さん、あれ大阪、なんかクレープ屋さんがあって、そこのね名古屋限定のやつも気になる。まだパリピ言うじゃん。ホットドッグ食べました。あったね、ホットドッグ見た見た、ホットドッグ見ただけ見た。なんだっけスノーピークって、なんかなんだっけな、スノーピークって、あ、そうだそうだ、あの抹茶系のところもあったね、確かに。やばいやばい、パリピがみんな頭から離れてない。間違いない。なんか最近なんか言い間違い多いな。この前な、昨日もなんか最近言い間違いした気がするんだよ。なんだっけな、覚えてない。でもちょっと今はね混んでるかもしれないね。めちゃめちゃ人いた、土日だったけど、だったから。私もタピオカ全然飲んでないよ最近。え、最後にいつ飲んだっけ。最後に飲んだのは いつだろう、いつですか。え、全然思い出せない。え、いつなんだ。いや、今月も飲んでないし、夏飲んだかな。え、全然記憶にない、やばいね。ちょっと今混んでるから確かに危ないかも。皆さん、え、記憶今辿ってます。
わかった。家に持って帰った時かな。あれいつだっけ。7月とか。7月か。7月だ。7月に確か用事があって、外に出る用事があって、で私もねお母さんもジアレイが好きなんですよ。そうジアレイがめっちゃ好きで、ジアレイのナンバーナインっていうミルクティーがあるんですよ。ロイヤルナンバーナインだっけ、があって、そうそうそう名古屋駅にあるんですけど、でそれを私がね名古屋駅に行く時があったら大体持って帰るんですね。で持って帰って飲んだのが最後な気がする、確か。あれ違うかな、テレビ塔にもありますね今。あ待って、違うかもしれない。私ねもう一個ね一番好きうん、かなり好きな一番かも待って、ジアレイじゃないんかいって話なんだけどさ星ヶ丘にあるタピオカ屋さんなんだけど、星ヶ丘テラスかなさ、アースカフェっていうカフェがあるのね。でアースカフェのタピオカのなんかねアイスみたいになってるやつがあるんです。アイスっぽい、アイスと混ぜてるのかな確か、やつがあってシェイクみたいな感じ。そこがねすごい美味しいんですよ。そう、そこが美味しくて、そのアイスっぽいやつが美味しいんです。普通のドリンクもあるんだけど、アイスっぽいジュースもあって、それがねめちゃめちゃ美味しいんですよ。でも結構甘いから甘党な方には向いてるけど、甘いの苦手な方はちょっと難しいかも。ぜひね近い方は行ってみてください。多分そんなにね混んでもないと思うから、私は割とすぐ買えたんですけど、あでも平日とかだったら土日は混んでるかな、あと学校終わる時間帯とかだったら混んでるかもしれない。地図で場所探しながら聞いてる見つけれました。ちゃんと調べて書いてる。あーそう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 、東山動物園近めですね。近い方はねぜひ行ってみてください。行ったことない方、結構大きいからね、大きいし本当甘いから気をつけて甘党の方にはおすすめだよ。でも甘いの苦手な方はちょっとやばいかもしれない。
みねちゃんとみおちゃんがセブンイレブンの生チョコアイスね、おたいつもねめっちゃチョコのアイス好きなんだよね。この前もねみねちゃん生チョコアイス食べてるとこ2回見ましたからもう私でみおちゃんもねいつもねみおちゃんもよく食べてるアイスがあるんですよ。なんかこうサンドされてるやつ、それもすごいよく食べてるイメージ。あとありがとうございます。セブンイレブンのかぼちゃシュークリーム食べてみて。あーちょっと気になってる、ちょっと気になってるけどまだね食べたことない。かぼちゃ系はねあまり食べないんですよいつも。そうさつまいもの方をねよく食べてるから。でもさつまいものねそう食べたいのがいっぱいあるからねちょっとそれ一通り食べ終わったら食べようかなでも今さ12周年近いからさちょっとねあんまり食べ過ぎてもまずいなと思ってるから、食べたいものがたまりにたまってきますね。終わったらパーティーします。ハートありがとうございます。よしじゃあちょっともうそろそろ30分経っちゃいますので、すごい30分、早いな。ではそろそろランキング目録して終わろうかなと思います。芋栗かぼちゃの誘惑、本当に、あ、なんか芋栗かぼちゃの誘惑って曲作れそうだな。なんかありそうじゃないありそうじゃない、ないかな。カップリングでやりそうじゃない、なんか作ってもらうか、アナンちゃんに作ってもらうかな、あカノンちゃんに作ってもらう。はいじゃあランキング読みます。では13位、ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます今日は手だけで表してみました。いろいろレパートリー増やさないとね。あと4人で4000人、本当に？あと4人だって。皆さんぜひまだフォローしてないよって方いらっしゃいましたら、ここら辺って言われた気がする。ここかな？ここですかね。ここら辺押してフォローよろしくお願いします。あと4人だって。明日までに4000に行ってるかな、わかんない。はい、では終わりたいと思います。
明日は夜配信かなと思います。では皆さん、今日もまだあるか、今日は。ではまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。また明日。バイバーイ。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。